皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ドーナツです。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。涼しくなりましたね。そうですね。行きのバイクが本当に気持ちよかったですね。いい今日、すごい気持ち、雨も降らなそうだしね。そうですね、ちょっと曇ってますけどね。うん、ね、だいぶこう気温が。26度今、うん、屋上の温度計は。うん、あんなさ、長いことさ、うん、すごい酷暑で、うん、だったけど、なんか夏が終わる、うん、ちょっと寂しさみたいなのが、うん、ちょっと感じるよね。あ、なっちゃんは、なっちゃんはこれで、なっちゃんはそれ。なっちゃん向いて共感を得ようとしたら俺が間違いない。はい。ニヤニヤしてましたね。なんか、ちょっと寂しい、ね。なんか寂しくない？急に涼しくなるもんね。そうですね。夏終わっちゃったのかなぐらいの。なんか。はい。出た。出た。納得していない時の。出た。はい。はい。こっちがなんか悪いことしてしまったの思わせる時の。不安になる。はい。はい。でも涼、まあ、あの、虫の鳴き声でしょ？鈴虫とか、めっちゃ聞こえてきてますよ。うん、夜。そうだよね。うん。虫の鳴き声で。もうセミは。セミ今日、あ、いや、いた三宅坂で聞きました。三宅坂で聞きました。でもまだもうちょっといるんじゃないですか。まだいるんだ。はい。23度か。はい。エアコン23度か。うん、いや、もうエアコン消したっていいよ。消す？だって結構寒いしね今。寒いですか？うん、まだ、ね、まだそのエアコン下げてたよね。なんか土屋さんが、うん、なんか自分いつもお味噌汁あの本番前に継ぐんですよ、コップに。で通ればいいんですよ、その、うん、スタジオのブース内に、うん、土屋さんがもう先に入ればいいのに、うん、味噌汁継ぐまでなんか待ってるんですよ後ろに。うんうんうん、飲んだろうと思って、うん、味噌汁を持って、うん、ブースに自分が入ってで、うん、エアコンを下げて、うん、椅子に座る直前に土屋さんがエアコンを上げるっていう、うんうん、それが狙いでずっと待ってますね。だから後ろから入った先に入ったら下げられちゃうからね。であとね、なっちゃんそのエアコンとか言ってんのに、あの、うん、寒かったらじゃあ言ってくださいって言うけど、うん、言ってるんだよ。言ってくださいって言うけど言ってるんだよ今。言ってるの。ずーっと。ずっと言ってました。ずーっと言ってる。言ってくださいじゃないのよ。だって22度とかにしてたでしょ。今日涼しいのにさ、22度にする必要ないじゃん。だって36度とかの時だって24度ぐらいでやってたのに。せめて20。なんで寒い日にさらに寒い。いや、日課ですね。日課？日課で。下げるのがもう。難しいんだよね、確かにこの時期ってね。難しいですよ。テストでまだちょっと暑かったりするしね。いや、そうなんですよね。うっかり風邪ひいちゃうから、このね、季節の風邪、風邪はちょっと。ね、夏の疲れが出ちゃう時期なんで。そうそうそう。うん、ちょっともうちょっと上げとくか。じゃあ、24ぐらいに今日いいんじゃないの？メガネがちょっとまだ曇ってるんで、もうちょっと。曇らないぐらいの。はい。ね、うん。曇らない程度、ね。しときましょうよ、もうね。すごいよ、それは。なっちゃん、今週は、介護のトークショーに出演したということで。あ、昨日、うん、はい、あの、角川さんのところでやってきました。うん、本のやつか。そうですね。1時間半トークショーっていうか、その、共著の太田先生と一緒にやってきました。あ、あの、著書のね、はい、太田先生と一緒に。そうです、そうです。1時間半あっという間でした、ね。1時間半、あっという間なの、すごいね。あっという間でした。やり方、どうやってやるの？まず、司会の人がいるの？あ、そうですね。うん、で、まあ、どういう経緯で介護の仕事に携わったかっていうのと、うん、どういう、その本の、そのメインが、その、まあ、介護保険、うん、ちょっと横文字っていうか、その漢字がいっぱいで、うん、あれなんですけど、介護保険っていうもので、うん、サービスをどういうふうに受けるのかみたいな、うんうんうん、っていうところの話であったりとか、うん、介護保険って言われてもなんかよくわかんなくないですか？そうね。40歳になったら自動的に引き落とされてるものなんですよ。うんうんうん、わかんなくないですか？介護保険料そこは落ちてるんだ。それは一生です。払わなきゃいけないんですね。払ってるんですよ、自動的に。なるほど。でそこで何かあった時に、うん、じゃあどういうふうに使うのかっていう話とか、うん、そうですね。あの、まあ、家族介護って大変ですから、うん、まあ、人の手を借りるのもいいんじゃないですかって話を。なるほど。1時間半。その、介護以外の話は、なんか、したの？ディジリドゥの話とかしたの？しないわ。アンドーナツトークショーじゃないの？アンドーナツトークショーじゃない。アイドリングとかでなんか言わなかったの？しないわ。そういう話は。うん、なんか、ディジリドゥ、生春巻きとか。まあ、
角川さんだからなんか攻撃されたりしないですかとか言おうと思いましたけど、ちょっとそれはなさすがに言おうと思った思いましたけど、ちょっと言おうと思った、いやちょっと、うん、ちあそれもちょっと違うのかなって思いますけどね、うん、ちゃんと公開後の話を一緒に話をしました。お客さんはどういう方なんですか？あ、角川の内部の社員の方。あ、社員の方なんだとか。そうですね。あとでも配信があるらしいので、あ、じゃあ他の人はそれで見て今後見れるっぽいですけどね。そうそう、で難しいですね。家族介護でサービス受けてくださいって言っても、うん、それをこうまあね、経済的に受けるのが難しい人ももちろんいるので、うんうんうん、その辺をそう全員に当てはめて、うん、うまいこといくかって言ったらもちろんいかないんで、うん、ただそういうこともありますよっていうことを知ってもらえればっていうトークイベントでしたね、うん、なるほどね。そうなんですよ、うん、はい、真面目な話しかしてないんです。盛り上がって。そうですね、うん、楽しかったですよ。なっちゃんもまだやっぱそう先生とかから聞いて、あ、そういうことあるんだみたいな、うん、勉強になることってまだあんの？やっぱ知らないこととかもあったりするの？あ、もちろん制度の話とか、そのどういうふうに、まあ、噛み砕くのも難しいんですけど、うん、その制度の話になるとすごく細かいので、うん、だから収入によってどういうふうなことであったりとか、もう本当人それぞれ違うので、うん、なるほどね、ちょっと難しいので、うんうんうん、そこを端折ります、ね、自分はね、はい、うーん、そうなんですよね。でも家族だからそのか、まあ、介護っていう言葉あんま自分そんな好きではないというか、うん、言いづらいというか、うん、まあ、支援というかそういう感じで言いたいんですけど、うんうんうん、家族の方がやっぱ距離感が難しいですよね。うーん、なるほどね。うん、なんか、うんうん、ね、お父さんお母さんのお世話をするのも、うん、されるのも多分ちょっと気が引けるというか、うんうんうん、だったら別にその職業として介護士っていうのがいるので、うん、まあ頼っても全然いいことだと思ってるんですけどね。頼ることをね、うん、考えた方がいいね。いや、そうですね、確かに。だから難しいですよね。だからもう本当十人十色じゃないですけど、うん、家庭環境もありますし、そうね、親子関係も、うん、ね、うまくいってないとか、ね、元気なうちにそういう話もちゃんとしといかないといけない。そうですね、ね、しとくのが理想かなっていうのはありますけどね。早めに、うん、なんか何かあった時だと難しかったりするんで、うん、っていうのが、あと、まあ、介護をして、うん、介護職をして楽しいって思ってくれる人が増えたらいいなっていうのもあるし、うん、だ人手不足なんですよね、まあ、結局。そうか。だからそこを何とかしたいなっていう。人手不足ね。そうですね、足りてない。まあ、事業所も多分不足してるし、うん、施設とかも、ね、増えてるのかな、今どうなんでしょうね。うまく利用してほしいな。利用してね。っていうことだよね。っていうことで、ちょっとエアコン今下げに。なんでだよ。そんな話してないでしょ。え、なんでですか。人手不足って言われて、人手不足だから私が下げますっていうことですか。はい、自分自ら、はい、行ってきますけど。あれも見たなっちゃんの深夜番組でね、はい、なんか料理作るやつで、うん、あー、作、うん、飯を、あれ面白かった。いや、サクッと作れるご飯の選手権みたいなやつで、はい、ね、クックパッド芸人みたいな人いましたね。あの、藤井21っていう。藤井21さんっていうんですか、あれは、あの、うん、サンミュージックの後輩なんですよ。芸人なんですけど。藤井21っていうの。はい。で、レシピが多分1900品あるって言ってましたね。すごい。でもネタは、あの、料理でっていう、はぐらかしてたんで、芸人枠ではない。あんまネタはないんだ。ネタは、はい。あの、レシピがネタです。レシピはすごい持ってる。すごいですよ。あとゆうこりんと自分が合うおかずを作るみたいなやりました。テーマがある。その、鶏釜飯のことっていうのがあって、鶏釜飯にあるやつね、はい、あ、言っていいのかな、それは丸宮さんの、うん、で、それに合うおかずを、うん、まあ、洗い物少なく時短でできるそのおかずになるものを作る、うん、みんなで2品作るっていうやつなんですけど、自分は玉ねぎとサバの味噌煮サラダ、うん、と、あと何でしたっけ、うん、あれな、あ、なんだっけ、あ、豆乳味噌汁、うん、豆乳味噌汁めっちゃ好きなんですよ、うんうんうん、あれ美味しそうだった。美味しいです、味噌汁、うん、と、じゃあ味噌汁に豆乳入れてください。じゃあじゃあ、うん、あ、それの方が楽です。自分はもともと
豆乳味噌鍋が好きなんですよ。ああ、うん、鍋でね。鍋で。ね、白菜、えのきとか、うん、そう、ね、はい。自分で作って、その元じゃなくて、うん、もうちゃんと豆乳入れて。なるほど。で、それをじゃあ味噌し、その釜飯に合うってなると、味噌汁かなと。測んないんだね、なんか何グラムとかなっちゃうの。測んないです。料理作るとき。測んないです。適当で良くないですかっていうあ、でも味は整う、それで。整います、はい。ああ、そう。いけるっしょっていう。うん、いけるっしょって言ってたもんね。いや、本当に、いや、自然に言ってました。うん、はい、すいません。いけるっしょ言ってくれてると思って。言ってくれてる言ってくれてると思って嬉しかった。あ、本当ですか、うん、やっぱ本当手際がいいんだよね。玉ねぎも、はい、氷、はい、と一緒に、玉ねぎぶち込むんですよ。氷水にさらすと、辛みがすぐ抜けるす、うん。すぐ抜けるの。割と。はい。でも、まあ、その、本来は、うん、まあ、カットして、時間がある場合は、うん、まあ、冷蔵庫で、その水にさらさないで置いとくと、辛みも、その栄養も、そんな逃げずにっていう感じなんですけど。そうなんだ。時短だった場合は、うん、まあ、だからその氷水で辛みを抜くって感じですよね。あ、まあ、生でサラダで食べるから、うん。あ、そうです、そうです。で、サバの味噌煮の、うん、あの、汁が、うん、玉ねぎめっちゃ吸ってくれてしなしなになるんですけど、うん、で、それですごくご飯に合うっていうか、いいね、味の、あの、辛みも抜けるから好きなんですよ。だって本当に7分ぐらいで作ってたよね。6分 ?6 分ぐらいだったっけ、はい、うんうん。すごい。もうだって玉ねぎ切ってさらして和えるだけなんで。うん、俺、なっちゃんのとこまでは見たのよ。もう、はいはい、なっちゃん見たから寝ようと思って遅かったし。優勝したの？え、優勝は誰だと思います、うん、だってなっちゃん1位だったよ。藤井21抜いて。暫定1位。藤井21に勝ったの、はい。おい、すごいじゃん。うん、で、あと、ゆうこりんじゃん。はい。どっちが当たったと思います？ゆうこりんも。やっぱゆうこりん強いからな。ゆうこりんじゃない、正解です。やっぱゆうこりん強いよな。ゆうこりんすごい。あ、すごかった？すごいです。あ、そう。あの、もう、本当に簡単だし、洗い物も出さない。うん、プラス、その子供も喜ぶし、うん、その子供がその嫌いなセロリを使ってたんですよ、うんうんうん、でもそのまあかけだって言って、セロリでもこう苦手なセロリでも食べれるような簡単レシピみたいな感じで、サキイカと、ね、ごま油と塩と、うんうん、でセロリかうまそうをただ和えるだけ、めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった、めっちゃ美味しかったです。すごいですね、あの子。サキイカってどういうやつ？白い、あの、おつまみでよく売ってる柔らかいやつ、はい、うんうんうん、を和えるんですよ。ごま油、塩と。そういうものにする。めちゃくちゃ美味しかったです。へー。セロリ感がない、ないっていうか、いい意味では残ってるし、うん、その、子供が苦手っていう感じのやつをちゃんと消せてるっていうのが、すごいなと思いました。ゆうこりん。ゆうこりんすごい。なんか、コリン星はなくなっちゃいましたって言ってましたけど、うん、もうなくなっちゃったんだ、なくなっちゃった、はい、爆発しましたって言ってましたけど、うん、途中でもちょっとコリン星、うん、なんか、うん、コリン星では株が流行ってるんで株やってますとか言ってました。株が株やってるんだ、うん、ここに来てまだ言ってんの？でも株やってるんだ。いや、嬉しかったですよ。いや、これやっぱユーコリンのコリン製のあのね、ね、うん、好きですから。うん、まあ、はい、そう、嬉しかったですよ。一個はね、ワンフレーズは聞きたいところだけど、うん、いや、嬉しかった。株やってんでしょ。株をコリン製のせいにしてやってんでしょ。いいよ。マイルドにしてる。それを扱いにしてんの、コリン製を。そういうことでしょ。いや、面白かった。美味しかったし、で、丼茶碗蒸しも作ってました。本当レンジ、電子レンジでできる、うん、その、ほんとでっかい。うーん、で、そのカニカマと、うん、冷凍のほうれん草を使って、うん、その簡単、でっかい茶碗蒸しみたいなやつだったんですけど、うん、12分ぐらいで、うん、全部できました。できちゃうんだ。で、カニカマのチョイスもめっちゃ良くて、うん、美味しいカニカマあるんですよ。うん、いや、自分カニカマ結構好きなんで。うん、違うの？やっぱ味違います。あ、これカニじゃんっていう。あ、そう。今まで他のやつもカニじゃんってなるじゃないですか。うんうん、よりカニじゃんってなるんですよ。それもチョイスしてるところ、ちゃんとチョイスして、なるほど、ああ、やってんなと思って、やっぱり料理やってんなって感じした、はい、しました。藤井21は強くなかったの？いや、美味しかったんですよ、うん、ただあの時短でも何でもなかったっていう、あの結構時間をかってたって感じ、うん、洗い物も多かったしね。そうですね、うん、はい、美味しそうだったんですよ。そのレンコンとかの炒め物みたいな感じのものとか、うんうん、でも十何分とか、一品十何分とか。なっちゃん6分だからね。全然違うじゃんね。ですね。うん、そう。でも、もう一回やりたいですね。作飯を。作飯ね。
ソース短くできるけど、ね、釜飯に合う、うん、っていうのがポイントだよね。釜飯ってもうそれだけでも美味しいもんね。そうなんですよ、言ったらね、本当に。だからもうそれだけでもごちそうっていうか、もう一食というか定食みたいな感じ、うん、あれ美味しくない、沖縄のジューシーってやつ、うん、美味しい、あれ美味しいよね、何ジューシーって、ジューシーってあるじゃん、あれ炊き込みご飯だよね、うん、何ですかこの前家帰ったら、うん、沖縄そばとジューシーだったんだよ、うん、夜が、うん、だけど沖縄そばがもうなくなっちゃってて、うん、ジューシーしかないよって言われたの、うん、なんだよと思って、うん、ジューシー食べたらうまくて、うん、あの久々に、うん、なんだろう、茶碗3杯ぐらい食ったね、うん、珍しい、体がもう重くなっちゃって、うん、うまくてさ、え、具は何ですか。いやだから炊き込みご飯に近いよね、人参とか、ひじきとか、なんかね、油揚げとか、なんかそういう感じだよね。でも鶏肉も入ってるよね、うん、鶏肉もあってね、うん、味的にはどういう、俺ジューシーすげえ好きかも、炊き込みご飯だから炊き込みご飯が好きなんだ俺、炊き込むもうなんか、うん、炊き上がったご飯に混ぜるだけっていう可能性あるね。あれ混ぜるだけなのかな、あ、火薬ご飯ってことですかね、かな、うん、どっちなんだろうな、その工程見てないかな見てないよね。で、なんか沖縄そばとかね、うん、行くとついてくるよね、うん、ついてくる、あれうまいよ。知らないかもしれない。え、知らない、はい、沖縄は割と行ってますけど、炊き込みご飯はめちゃくちゃうまくない、美味しいです。なんであんなうまいんだろうね。あれ世界まだ気づいてないよね。いや気づいてんじゃないですか。気づいてる、うん、商品化されてるし、だって寿司みたいになってる、あるから。でもやっぱ外国人の人がまだそこまで気づいてない可能性、うん、炊き込んでないよね。え、炊き込みご飯のすごさ、うんうん、中にはあの白いご飯じゃなきゃ嫌だっていう人もいるよね。うちの、まあ、親父とかもそうだった。炊き込みご飯の時、うん、一人だけ、うん、あの白いご飯、まあ、すっげえ、ね、めんどくさい。たまにはいいじゃん、食えよ、じゃ毎日じゃないんだからね。もうすっげえこだわってる、その種類はっていう、いや、いいやついるみたいな。いるいる。みんなが炊き込みご飯食べてるんだ。わかるわかる。いるいるいる。本当に嫌いなんですね。いや、もうなんだろうね。で、他のおかずと。食べ方がわかんないのかな。食べ方がわからない。食べ方がそんなからなかった。土屋家のお父さんは食べ方がわからない。そう、だから普通のご飯とやっぱなんかちょっと違うんじゃない。おかずに合わないっていう感じになっちゃうのかな、やっぱり。なっちゃうかもしれない。ええー、絶対美味しいけど。何でも別に合うけどね。炊き込みご飯何がいい？一番。まあ、鶏肉はやっぱ入ってる。やっぱ釜飯。鶏肉ですね。自分はずっとカオマンガイに最近ハマってるから。カオマンガイめちゃめちゃうまいよ。めちゃくちゃ。大好きなのカオマンガイ。美味しいですよね。めちゃくちゃ。何が入ってるのカオマンガイ。カオマンガイはもうだから、うん、ジンジャーっていうか。そうですね。生姜が入ってるのか。うん。で、何なんだうまいのあれ。鶏の旨味も全部染み込むし。鶏のなんか、なんかね、炊き汁みたいな、ね。あ、そう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 。そうです、そうです。うまいよ、あれ。うまいっすよね。食べたいなぁ。逆に白いご飯食えなくなってくるけどね。もう一回炊き込みご飯ばっかり食うようになっちゃってから。逆に。昔そうなってたってよ、一番。あ、そう。うん、なんかもう、味がしないご飯嫌だみたいになっちゃって。ふりかけがないとダメとか。あ、そうそう、ふりかけがないとダメ。海苔がないとダメ。あ、そうか。うん。あれ、餅米、おこわが好きなんですよ、自分。多分一番。おこわか。一番い、あれ世の中で、いや、世の中でなると、寿司なんですよ。カテゴリーの一番か。うん。炊き込みご飯というか、家の中では。家の中だと、おこわ、あの、うん、コンビニで売ってる、うん、最近なんかキノコのおこわとかいろいろあれあんまり食べない、あれ。食べてくださいよ。あれうまいよ。食べてくださいよ。混ぜご飯好きなのに、なんで食べてくださいよ。食べてくださいよ。なんかね、茨城か福島の人の話。食べてくださいよ。感情が出ちゃった。出ちゃった。なんかそれぐらいコントロールできなかったです。すいません。いや、なんで食べないですか。ここ絶対美味しいのに。美味しい。美味しいです。炊き込みワングランプリしましょうよ。うん。T1、T1。T1 グランプリ。T1 やりません？何、自分の、はい、理想の。でも料理としては簡単だからいい、ね、うん、だから、結局、木照らうともう美味しくないじゃん、うん、王道に勝てるわけないじゃん、じゃあ、王道なしにしましょうか。いや、王道なしでさ、なんかもう変な、うん、麻婆炊き込みとかまずそうじゃん、なんかもわかんないけど、そのチャレンジしたら。うん、やだよ。ま、麻婆炊き込みに関しては、うん、麻婆丼な気がしちゃうんですよね。まあまあそっか。でもやっぱそれは、乗ってるのと炊き込んでるのはやっぱ違うんじゃない？やっぱ違うんですかね。やっぱり。染み込んだ感じが。この前、八戸行った時に、はい、お客さんがさ、握手会の時にさ、はい、握手会の時に缶をバンと渡されて、これ、うん、お土産、つって、うん、なんか、
あれなんだっけ、いちご煮、いちご煮、青森だからね、あれをね、あれ2000円ぐらいするんでしょ、めっちゃ高いですよ、ね、あれをウニだもんね、うん、ウニとアワビとご飯に炊き込むご飯にしたらもう最高なんだって、はい、で早坂さんからあのそれを教えてもらって、うん、まだしてないんだけど、うん、もう早く、やりたい、うん、はい、早く炊き込んでほしいです、美味しい、あれ美味しいです、ああそう、すごいです、いちご煮の炊き込みご飯1個ですか、一缶、うん、一缶、でも2合ぐらいだから、そう、2合って、よく知ってるね、2合で、なんか10分間水に、なんか説明書書いたのも、それ、それ、早坂さんも大好きで、毎回買うっつったら、ああ、そう。いちごに。めっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しい。でも、ご家族だから4合ぐらい必要なんですか、もう一缶とか。いや、うち食べないもん。ん？ご飯。小食だから。あ、うん。ジューシー、花さんだけで3合。俺だけだ、だから俺だけ食ってたって感じだ。一回に炊くのに、一合半とか二合しか炊かないのうち。え？五人いて。五人いて？うん。お供えぐらいの。そう。量しか食べないんですか？だから旅館行った時に、うん、ああ、そうだ、ね、あまりにも食べなくて、気まずくなるの。もう本当に食べないの、ご飯。少ない。もうお腹いっぱいになっちゃう。米、炭水化物があんまり取らないって感じですか？まあそうだね。完食はしてんでしょ？完食はするけど。そう、じゃあ2号で全然足りるの、2号ちょうどいいかもしれない、2号はまあ4人前ですもんね、半号ぐらいですもんね、あれは何が入ってるの、ウニが入ってるんですか、ウニとアワビとか、うん、あとなんか牛尾汁みたいな感じですよね、ちょっと、そう、うん、海の感じ、ちょっと白い汁というか、ね、あ、そうですね、でもそれはダメでしょ、選手権で手抜きでしょ、あんな缶を入れるだけだったら別に大丈夫、はいはい。まあでもそこ、あの、いちご煮のみだったら、ちょっとチートな気はします。そうだよね。はい。そこに何か一工夫。そうですね。なんか、もうそれで完成してるプラス、これあえたらとか混ぜたら、もっと美味しくなったっていうんだったら、それはプラスの。それできたらすごい。査定な気はします。結構難しいもんね。そこに。一工夫は。なかなか味壊しそうじゃない？そうですね。その一回はそのままで食べてほしいですよね。あとでなんか醤油かけるぐらいだったらいいけど、中に入れるのはちょっと怖いな。そうですね。なんかもったいない気がしちゃう。彩りだけだよね、入れるとしたらなんかね。しそぐらい。しそ結構でも強いよね。まあ強いですけど、合わなくはないですよね。一緒に食べたいな。どこに置いてます、花分けの大丈夫、いや盗みに行こうじゃん絵が浮かんでんのが怖いんだけど盗めると思ってんの鍵も持ってないのに手薄な時間帯にね食べたいなと思っちゃったな、いちごに美味しいですよね、教えるわけないじゃん放送してんのに、うん、あ、じゃあ後で教えてください、いやなんでだよいや、そうか。いいな。T1 やりましょう。炊き込みね。美味しいよね。うん。ナイツ、花輪の自由時間で。うん、あ、そうだね。うん、煮る、炊くやってないもんね、まだ。まだ炊くやってないですね。炊くやってない。煮るしかやってないですね。ああ。焼くはやりましたね。いぶすもやったよ。あ、いぶすやりましたね。いぶすやってて炊くやってないんだ。うん、まあそこは、なんでそんなマウント取った感じだったんですか？炊くやってないんだ。いや、土屋さん料理しないでしょ、だって。うん、全然しない。料理できない人も参加してほしいですよね。うん、ああ、なるほどね。T1 はね。だから料理できなくても、うん、一応そんなに炊飯器に、うん、あの、なんか、炊き込みご飯入れたい具材を入れて、うん、炊けばできるもんね、一応ね。料理。まあ、自分で持ってきてでしょ、炊き込みご飯にしたいやつを。ご飯は食材を、うん、置いといてもらう。日本放送でやります、うん、そしたら。うん。でも、いいよ。一つの、三つ必要だよ。炊飯器。炊飯器。あります、うん、ありますって。炊飯器三つ。すごっ。この4階に、あ、そう。日本放送たまになんか何階かでさ、電子レンジ使おうとしたらさ、うん、あっこにいい加減に1000回って、めっちゃでかいシール貼ってて、これ使ったら殺されるのかなって思う。あれ、別に大丈夫なんでしょあれ、ダメなんだ。俺、この前使っちゃったよ、俺、この前。何で使ったの？なんか、あの、お弁当温めた。電子レンジとか。あ、そうなの？あ、じゃあ使ってないことにしてください。もうダメです。もうダメ、もうバレました。使っちゃったんだ。あ、使っちゃダメなんだ。アッコさんのやつ。アッコさんの私物を使っちゃった。私物だったんですね。私物だな。あ、私物見たい。私物なわけねえだろ。私物見たい。私物のわけねえだろ。名前書いてある。そういうとこから書いていきましょうよ、本当に。私物みたいなもんですよ、それは。いや、
勝手に使っちゃったんですよ。昨日さ、はい、仕事でさ、はい、まあ、ある番組の収録だったんだけどさ、うん、まあ、楽屋挨拶に来た時にさ、なんか一瞬、あ、なんだっけな、この人って思って、うん、なんか、タレントじゃないんだけど、うん、素人でもない、ない人みたいな、この人誰だったっけなと思ったら、うん、安倍一二三の父です、つって。安倍一二三さんって金メダルの、はいはい、柔道の。そう、お父さんとお母さんが楽屋まで来てくれて。すごい。なんか、ちょっと感動しちゃったもんね。あ、ひふみ選手がスタジオにいたのか。ひふみさんはいなかったの。いなくて、うん、お父さんとお母さんだけ。お父さんだけが出たんだけど、お母さん付き添いで来てて、でちょっと共演したんだけど、なんかやっぱり見てたから、あ、見てましたとか言っちゃって俺。それですっごいいい人で、で終わった後、うん、またエレベーターでまた一緒になったのね。うん、それで神戸に普段住んでて、うん、消防士やられてるんだけど、今日は東京泊まりますみたいな感じで、うん、奥さんと二人でいたんだけど。うんうん、あ、そしたら、これ、ほら、原さんに渡せば、とかって言って、うん、安倍一二三さんのなんかタオル、へ、うん、なんかタオル、赤い、応援タオルみたいな。応援タオルみたいなのくれたんだよね。うんうん、めっちゃ嬉しいですね。嬉しくてさ、ね、だ毎年独演会でさ、うん、なんかオリンピック選手からもらったって言ってさ、うん、なんかふざけたネタやってんだけどさ、うん、本当にもらったやつができると、うん、俺それが、もう嬉しくて嬉しくて。だって本当にもらったもんと。そうだね。いつもなんかこうサインもらったんだよとかって言ってね、適当に書いたネタ。適当に書いたサイン。嘘のさ、ネタ。実はもらってないんですけどね。そうだよね。兄貴が知り合いでさ、つって。いつも、花輪兄の知り合いでつって言って、うん。兄貴知り合いでウルフアロンのサインもらったもん。言ってたよね。で、ネタは毎年やってんだけど、うん、4年に1回必ずやるのよ。うん、オリンピックの時にね。うん、だから、ああ、やったと思って。嬉しいですね。まあ、面白くなんともないけどね、これ。そのまま、ね。そのままだから。嬉しい。まあ、振りとしてね。振りとして一発使えるから。振りとして本当にもらいましたっていうね。できるね。そうそうそう。嬉しいですね。嬉しい。使わないですか？ん？使わない。長いタオルですか？まだ開けてないね、ちょっと。うん、それ多くて、うん。お父さんも柔道やってたのかな？お父さんやってないのよ。やってないんだ、ね、だから全くわからないんだって。うん、そうなんだ。わかんない、はあ、とにかく、もうマインドだけ、うん、を教えてたらしいよ。マインド、うん、やっぱり、もうとにかく、お前は絶対世界一になれる。なるほど。うん、っていうことのやつらしい。そうやってね。育てたって。結構重要ですよね。いや、すごいと思うな、やっぱり。安倍一二三だぜ。ね、ネタにさせてもらってますって言った、ちゃんと。ん、安倍一二三？一二三と、しごむって言ってますって言った、ちゃんと。あ、それは歌のことをしごむって言った。しごむって、4、5、6でしごむじゃねえよっていう。ネタさせてもらってもらったじゃん。嫌な語呂だ。2回会わないと無理だな。2回ね。うん、1回やるのは2回目。うん、1回だと無理。一回でだいぶ距離縮んだ。うたちゃんをしごむって言ってごめんなさいって言ってね。しごむって言っちゃったからね。しごむってやだな。面白いよね。1、2、3、4、5、6。妹だから4、5、6、しごむ。嫌だなぁ。まだじゃあ次だね。次ですね。そうですね。3人目いたら、謝罪するのは。7泊。いや、いいな。しご、いいな。メールが来ております。はい。どさんこはるかさん、江東区の方です、はい、先週土屋さんのタヌキの話なんですけど、あ、はいはい、文京区でタヌキを見たという話ですね。あ、見た。私は月島と豊洲の間で見ました。あら、なかなか誰も信じてくれず、ハクビシンじゃない、うん、とか、うん、ハクビシンって大きいネズミじゃない、うん、とか言われますが、うん、絶対タヌキです。北海道出身のためキツネはよく見ていますが、うん、キツネでもありません、うん、土屋さんの目撃情報でめちゃくちゃ救われました。あ、日中は仕事中のためどうしてもリアルタイムでは聞けないため、うん、かなりの時差投稿になってしまいました。いい、申し訳ありません。あ、よかった、救われた人がいた。だからあれでしょ、深町くんも見たでしょ。深町くんもタヌキ見たって言ってたよね。あ、詐欺の宮か。詐欺の宮かもおかしいけど。お前実家あるから、詐欺の宮。詐欺の宮。詐欺の宮にいた？タヌキ？詐欺の宮だってまあまあ都会っちゃ都会よ。そうよ、23区だから。うん、そうそう、でもタヌキ見たっていう時に、うん、それハクビシンじゃないっていうその、ね、うん、方も言ってらっしゃいますけど、うんうん、ハクビシンの方が珍しくないですか？いや、ハクビシン結構いるよ。まあどうなんだろう。なんていうのかな、こう、歩いてたりするよ、塀の上とか。あの白い長いやつ、ね。うん、いるいる。あ、そうなんすね。やっぱね。タヌキの方が珍しいと思う。タヌキとはやっぱ違うよ。なんか、本当に、
目立つからね、あの白い鼻筋は、うん、それではなかったね。俺はほんとタヌキかアライグマだと思う。なんか弱ってたみたいなとこないの？心が弱ってたみたいな。心が弱ってたわけじゃない、うん、霊界にちょっと近くなってると思う。怖い話。土屋さんが、うん、だいたいタヌキとお化け見たってやつやばいやつしかいないから。あんなことないやつ。一緒に住んだよ。お化け見たと一緒に住んだよ、タヌキ。あと、さらっとアライグマって言わないでください。え？アライグマいないでしょ。あら、アライグマ。え、アライグマいる？いないですよ。日本に？動物園にしかいなくないですか？動物園にいない。アライグマの方がまたさらにあれか。レアな感じしますけど。でも、こういうのはね、うん、一瞬見てもまたどこに行っちゃうんだろうね。本当に巣があるのかね。なんかどっか、二宮にも見る空き家とかに住み着いてるっていうことなのかな。やっぱ一番最初に尻尾見ますよね。うん、なんか、猫を通っても、やっぱ尻尾に目が行きますもん。そうね。尻尾でこう、ね、太さで。夜とかだと特にね、やっぱそのシルエットが見えちゃう。ね、まあ、尻尾の形で猫じゃないなっていうのはわかるよね。もっこりしてますもん。こう、ぼわーって。そう。かわいいですよ。だから東京の空き家とかが、意外にもう巣になっちゃってるってことか。もう、田舎の山とかじゃなくて。確かに。意外に。どっから来たかだよね。タヌキは。確かに。もともと東京にいたやつなのか。そういう、地面師じゃないけど、いっぱいあるでしょ。都内でも使われてない。あの建物とかさ、空き巣みたいなとこっていっぱいあるでしょ。そういうとこにもういっぱいいるのがね。ね、ネズミとか。T1 やります？タヌキを探す。なんで？いやいや、炊き込みご飯。T1 好きだね。炊き込みご飯もタヌキもやる。T1 しましょう。炊き込んでる間にあのタヌキを探す。あ、新しいショーレースだね。ね、タヌキの写真何枚撮れるかみたいな。だから M1 が漫才プラス、マゾも、の要素も兼ねて、二つの M がかかってるみたいな。そう。大会を開きたいってことでしょ。書き込むでる間に、タヌキを探す。そうですか、マゾの M1。T1 です。炊き込めなかった人でもタヌキを見つけた人は勝ちです。そうなんだ。一発逆転。どっちも。一発逆転。レアなんで。そういう、あの、揚げ玉とかを、炊き込んで、タヌキっていうのは、タヌキね。そういうのはどうだ？あ、ダメです、ダメです。タヌキ、動物のタヌキの方なんで、あの、食べる方のタヌキじゃないんで。じゃない。それでごまかすのは。それはもう、そういうのはセンスないんだ。はい。審査員誰がやるんですか？誰だろう。花尾さん？なんで俺やんなきゃいけんねん、こんなの。出場者じゃないんだ。俺出たいもんだって。え？誰が出るんですか？俺も出たい、やっぱ。土屋さん。タヌキ見つけて、グルメの人がいいんじゃないの？この3人でやります。そうだよ、もちろん。わかりました。じゃあその炊き込んでる間30分ぐらいタヌキ探しに行く。あ、そうか、炊き込んでる間に。そう、有楽町から一番近いタヌキどこだろうな。まあでも皇居があるからね。うん、なんかこう結構意外と近くにいるかもしれない。いるかもしれない。そうですね。で、日比谷公園とかいるかもしれないです。日比谷公園もね、自然豊かだからいいかもしれない。タヌキは見つけてもご飯が美味しくなかったらそれはダメですよ。ダメなの。はい。炊き込んでる間。審査対象。何やってんだろうなと思って途中で。途中で何やってんだろうと思ってた。いや、途中で何やってるんだろうはありますよ、そりゃ。どんなことでもね。どんなことでも。そうでもそうね。自分今何やってんだろう。漫才だって、漫才でやってる途中に、今何やってんだろう。そう、ありますよね。ある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 。今何やってんだろう。やんなきゃいけないの。T1 グランプリだからな。うん、やんなきゃ。もうそれにエントリーしてるわけですからね。そうだよね。わかりました。はい、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! まして、こんにちは、ナイツの土屋信之です。花野美幸です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。さあ、2時台はゲストショー、今日は金太郎が来てくれます。
モノマネも見たいですけどね、ラジオだから全然伝わらないかもしれないよ。顔モノマネが豊富ですからね。そんな中、今日のメールテーマはこちら。目を疑った光景。はい、そうなんです、うん、私が都内でタヌキを見たという目撃談もちょうどね先週ここで話しましたから、うんうん、この目を疑ったという話、ね、おきの皆さんはどんな時に目を疑ったのか教えてください。動物や人の目撃情報とか信じられない光景などお待ちしております。はい、ワンダーさんです。実家の裏庭にビワの木があるんですけど、うん、福岡県の方です。そろそろ収穫できるかなと思い、家の中からビワの木を見てみると、うん、猿がビワを食べています。猿1匹は木の枝に座ってビワを食べており、もう1匹は地面に座って食べていました、うん、まさか野生の猿が現れると思っていなかったのでびっくりしました、うん、この様子だと来年も降りてきそうです。ちょっと怖いね。猿最高に美味しそうだね。美味しかったんでしょうね、猿からしたらね。ビワね、取れたてをその場で食べる美味しさ、ちょっと可愛いって思っちゃうけど、なんか嫌、ね、だろうな。せっかくビワ狩りですね。ビワ狩りだね。ビワ泥、うん、ね、うん、目を疑った話、ね、猿、うん、猿はまあ、あります、ね、まあまあまあ、なんか地元とかゴルフ場とかいたりする、うんうんうん、でもさすがにいないでしょ都内は。都内はもうなんかニュースになりましたよね、猿が電線歩いてるみたいな。 あれでも、ね、なかなかないよ、ニュースになるレベルだね。そうですよね、東京で猿みたいな。うん、なんか、まあ、ちょっともう目を疑った光景ね、その他、ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などもお待ちしております。はい、お願いします。先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。 日本放送ラジオリビングおすすめ、スーパーストーンバリア包丁。抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさ、研ぎ木付きで税込9900円。スーパーストーンバリア包丁、お申し込みお届け返品については 0120-1242-86 まで。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。防災一口メモ、地震が収まったらガス漏れがないか匂いを確認しましょう。安全が確認されるまでマッチやライターは禁物。換気扇や電気のスイッチも絶対に触らないようにしましょう。日本放送、東島えりでした。そろそろ家の保証切り替えじゃない？自然災害にもしっかり備えないとな。でもお金かかるよね。国民共済コープの新スマイル共済なら手頃な掛け金で自然災害にも充実の保証。やっぱり新スマイル共済。国民共済コープ。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、都内の神奈通りの外回りは足立区鹿浜橋で事故のため2キロの渋滞です。千葉県の国道16号線は市原市市役所入り口と塩見橋の間の両方向が道路陥没のため通行止めになっています。神奈川県の国道246号線は伊勢原市桜坂交差点と秦野市長野木交差点の間が土砂崩れのため上下線とも通行止めです。首都高速道路は都心環状線外回りの谷町ジャンクションに故障車が止まっているため浜崎橋ジャンクションまで渋滞しています。中央環状線の内回りは大橋ジャンクションに故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。ビッグカメラ、スマホを売るならビッグカメラのメガ買い取り。今お持ちのスマホを最大15万円で買い取ります。買い取り後のデータ消去も万全。高く売って新型スマホにお得に買い替えよう。
メガ買い取りは10月31日まで。詳しくはビックカメラのお店またはラクールで検索。ズー、ありとあらゆるものがものすごいスピードで値段が上がり始めていて、新保二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。海外からやってくる人にとっては日本のマンション70平米で1億円23区内安いみたいな、挙句の果てに米までスーパーで手に入らない、どうなってんだこの国は。と日本放送この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介し、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。今週は芸人さんのネタを見ていきます。スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳で お楽しみください、うん、後ほど番組 X に動画をアップするのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。さあそれでは早速ネタを紹介しましょう。こちらの方です、どうぞ。一人コントで見せる独特の世界観、ペンタマル。今日はちょっとまあ反省会というか、俺ら去年の M1 グランプリ、まあ1回戦で落ちちゃったやんか。で、何があかんかったかっていう話し合いを今日はしたいなっていうふうに思ってて、やっぱり俺はこの100人組漫才師、フルーツハウスのまあリーダーとして、この100人で M1 優勝したいって本気で思ってるし、うん。で、まあ去年1回戦出てみて、特に俺が改善すべきやなって思ったんが、最初、はいどうもーつって100人でバーって、その時に、前の方の人、最初の方に出ていく人は、もうちょっとやっぱりな、奥詰めてほしい。うん、そこがやっぱり気になった。うん、俺結構後ろの方やってんけど、マジであの、コロコロコミックの表紙ぐらいギチギチなって思ってたから、そこはもっとちゃんと分散して、で、なおかつ今全員舞台上がりきるまでに1分40秒かかっちゃってるから、これをもっと縮める努力をせなあかんと思う。うん、じゃないと俺らせっかくファミレス貸し切ってネタ作り頑張ってやってるわけやしさ。な、うん、だからもっとタイム縮めるために、みんなであの集団行動を習いに行こう。そうしよう。どうも、ありがとうございました。はい、ペンタマルさんですね。うん、人力車所属。一人コント。一人でね。やってましたけど。100人漫才。本当に、時間どのぐらいかかるんだろうね、やっぱ。ねえ。1分47秒じゃ。計算したんじゃないですか、でも。でもそんな感じだよね。リアルな数字だよね、多分。そうですよね。大変だろうね。面白いけど。縮めて何秒になるのかね、それも。本当だよね。だって、1回戦2分ですよね。で、1分46ってなったらもう、14秒しかないってことですか？楽屋とかも。全員でネタ作んなくたっていいと思うんだけどね。まあ、貸し切んなくてもね。あとナンバープレート何人までつけるのかね。ナンバープレートね、本当だよね。紙に書くんだろうね、ああやってね。自作で作るのか、自作で手で書くんじゃない、もう。エントリーできんのかな、そもそも。そうだね。ねえ、気になりますよね。真剣に考えちゃうね。100人でもし応募したらっていうのね。優勝したらだって1000万だから100人だから10万、1人10万。1人10万か。もう営業呼ばれないよ、だって移動だって。いやー、呼ばれないね。交通費かかるし。自腹で行くな、もうバスだね。うん。貸し切って。だいたい貸し切って。絶対解散した方がいいよ。結論。で、このペンタマル自己紹介コメント、TBS ラジオのマイナビラフターナイトに一度も出たことがないので、ぜひナイツザラジオショーは出させてほしいです。ナイツさんの買い物ラボも毎日楽しみです。TBS ちょっと TBS 寄りのコメントです。買い物ラボに媚びを売るな、本当に。思い出の劇場が。綺麗だね。ん？綺麗な劇場だね、こうなんかね。思い出の劇場ね。阿佐ヶ谷地域区民センター3階第3和室。ちょっと、和室。劇場じゃねえよ。芸歴1年目の時に参加したエントリーライブの会場がただの和室でした。うわー。小道具の椅子も座椅子しかないという状況で、お客さん一人の前でネタをやりきりました。もう二度と経験したくない悲しい思い出です。こういうとこでたまにやってる人いるけどね。全然いますよ。全然いるよね。全然、地下芸人はこういう和室で結構やってますよ。やってるよね。はい、区民センターみたいなとこ。でも異常に受けるよね、なんかこう、近いから、お客さんと。ここはね、なんか座敷だしね、和室だから。いいかもね、距離感が。一人はね、和室じゃなくても、ちょっと辛いですよね。
大変ですよね。ペンタマル。ペンタマル。まだ26歳ですからね。若っ。若ペンギンが好きだからペンタマルっていうんだ。あ、本当だ。ペンギングッズを集めてます。かわいいな。フィギュアとか服とか食器とか、ペンギン関係であれば何でもです。服もちょっとペンギン寄りの服ですね。衣装。本当だ。ああ、本当だ。ペンギンっぽくなかったけどな。洗剤のね。ネタは。あと腹筋が割れてます。意外だよ、ペンタマル。人力車はさ、ザマミーの林田もそうだけど、こういうタイプが意外とスポーツマンだったりするからね。意外にね、一瞬なんかこう、装飾系に見えて、実は。人力車。人力車イズムだね。そうだね。これ、そのポーズ何なの？ペンタマルのポーズ。なんとも言えない。なんか影の犬みたいな感じにも見えなくもないですけどね。ペンギンなのか。ああ、ペンギンなのか。こんな考察しなきゃいけないんですよ。こいつのことを。ペンタマル。ということで今週は以上です。皆さんもお好みの劇場が見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。The Radio Show。カバライ金の確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をしてカバライ金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は息子の結婚式のためにカードで借金をし18年かけ完済。完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが後日100万円を超える現金が戻ってきました。電話代はタダですし電話だけはした方がいいと思います。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように。一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナープラスト。今の車少しでも高く売りたいんです。男が決心したのはこの言葉だった。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかる。電話してみよう。0120-66-4747 66-4747ガリバーで。高く売れた。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時注射器の使い回しがありました。その際血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。またおじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。ここで給付金を受け取った方からの感想をご紹介します。私たち、姉妹の記憶で昔、亡くなった父が B 型肝炎が何とか言っていた記憶があって、一か八かしてみるだけしてみようと思ったのですが、今思うと、依頼して本当に良かったなと思います。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。横浜の山手にあるおさらぎ次郎記念館で、クラマ天狗誕生100年を記念した展示が始まっています。今から100年前、1924年劇作家を志していた一人の青年が、おさらぎ次郎という名前で講談調の小説解決鞍馬天狗、鬼面の老女を書きました。以降40年間にわたって鞍馬天狗シリーズが執筆されたということです。
おさらぎ二郎記念館の2階のギャラリーでヒーロー100年の歩みがたっぷり楽しめます。クラマテングシリーズの自筆原稿をはじめ、今回初公開の資料が展示され、作家とキャラクターの歩みが紹介されています。超人気者のヒーローとして愛されていくクラマテング。会場にはクラマテングコレクターの方たちが集めたお面やタコ、メンコなどの玩具類、クラマテングシリーズ初の単行本、映画のポスターなどが展示されています。クラマテング誕生100年はおさらぎ二郎記念館で来年の1月5日までの開催です。懐かしいと思う方、全く知らないという若い方もぜひいらしてみてください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日のテーマが目を疑った光景、はい、忘れもされないのが、はい、私が高校時代だったんですけど、友達と一緒に火の玉、人玉を見たんです。そんなことあります？もう絶対2人で見たから間違いない。間違いない、はい。沼がある公園で、その周りに生えている木のところをふわふわと、それ絶対ハクビシンだと思いますよ。全然違う。え、ハクビシンだと思います。ハクビシン、いや、あれは火の玉。火の玉でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。濃い肩の痛みでも、つらい腰の痛みでも、ささっと一塗りバンテリン。効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第2類医薬品です。時刻は1時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。日本製鉄は今日、アメリカ鉄鋼大手の US スチールの買収完了後、取締役の過半数をアメリカ国籍とするなどの企業統治方針を発表しました。買収をめぐってはアメリカ大統領選挙の民主党候補ハリス副大統領が、 US スチールはアメリカ国内で所有運営されるべきだと表明していました。日本製鉄は US スチール経営陣の中枢をアメリカ国籍とし、取締役会は少なくとも3人のアメリカ国籍の社外取締役を含むことも方針に盛り込みました。アメリカ東部ペンシルベニア州に本社を維持するとした従来の姿勢から踏み込んだ形です。今朝、千葉県市原市の国道16号線で道路が陥没しているのが見つかりました。大雨の影響とみられています。警察によりますと、これまで怪我人は確認されていません。今日午前9時過ぎ、千葉県市原市の国道16号線で道路が陥没していると110番通報がありました。現場は通行量の多い工場地帯で、片側2車線の直線で、道路は4車線とも通行止めの措置が取られました。市原市では昨日、大雨の影響で避難指示が出ていました。厚生労働省によりますと、今年6月の生活保護の申請件数は、去年の同じ月と比べ 7.3% 減った2万100件で、3ヶ月ぶりに減少しました。また、6月から新たに生活保護を受け始めた世帯数は、1万7612世帯で 4.3% 減りました。おしまいに、因縁をつけて撮影したトラック運転手らの運転免許証を悪用してクレジットカードを不正に入手し、買い物をしたなどとして30代の男女3人が警視庁に逮捕されました。警視庁によりますと、3人はスーパーカーなどでトラックの後ろを走り、飛び石で傷をつけられたと訴えて、免許証写真の撮影を要求する手口を繰り返していたとみられます。警視庁は一昨年12月以降、運転手ら9人分の写真を使って34枚のカードを入手し、合わせておよそ4000万円の商品などを購入したとみて調べる方針です。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、東京江東区の職業不詳、斉藤隆明容疑者32歳ら男女3人です。調べによりますと、斉藤容疑者は去年7月、大阪府箕面市の家電量販店で不正に入手したカードを使い、スマートフォン2台を騙し取るなどした疑いが持たれています。調べに対し、斉藤容疑者は黙秘し、1人は否認、残る1人は容疑を認めているということです。この時間のニュースは以上です。後藤さんでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコ&スロットアミューズ、次もその次もアパホテル、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ナイツ The Radio Show。 はい、元気な雨女さんです。はい、海外は炊き込みご飯に気づいていないんじゃないかという話でしたけど、うん、はい、家でパエリアを作っていた時に、これ海鮮の炊き込みご飯だなと思いながら作っているので、海外は気づいていると思います。ちなみに日々家族4人でご飯を作る主婦ですが、炊き込みご飯の時は献立に悩みます。私は鶏とごぼうの甘辛味の炊き込みご飯が大好きです。美味しいですね。まあこれ一番美味しいよ。美味しいね。ごぼうとかね。鶏とごぼうが一番美味しいと思う。確かに。でも炊き込みご飯の時はおかずを選ぶ。まあね、その白ご飯だと何でもいい。シチューでもいいし。そっか。ね、お刺身でもいいけど。やっぱ炊き込みご飯の時はそうね。ね、なんかハンバーグとかつむわけだから難しいんだな、逆に。洋食と合わない。まあお魚とか。お魚とかがいいのかな。鮭キノコと鮭、ちゃんちゃん焼きみたいなとか、美味しそうじゃん。だからなっちゃん作ってくれたあの味噌と豆乳スープは合いそうだったよね。合います合います。あれはいいよね。スープは合いますよね、ね、多分、うんうん、はい、そうね。合わないのなんですかね、炊き込みご飯に。あ、まだ巻いてないわ、ライスペーパーで炊き込みご飯。まだ、あ、やってなかった。っていうか、何があったかと思ったいいよ、シャツ。いやー、やばい。やってなかった。今までいろんなものをライスペーパーで巻いてきたけど。はい、この前は、クラッカー2枚のその間にクリームチーズ挟んで、やつをこう、3つ並べて、ライスペーパーでくるんで、食べましたけど。それもくるむんだ。炊き込みは、まあまあ、やってなかったな。合わないと思うよ。ご飯でしょ、だからまあライスペーパーだもんね、だから、はい、またお米お米になっちゃうね、それは。いや、米感ないんで、ライスペーパーは、はい、T1 に取っときます、はい、T1 いつやるんだよ、T1 ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。メイプル超合金の安藤夏です。さあ、ここでお天気をお伝えしましょう。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 28.4 度、湿度 61%。 東京地方は晴れ時々曇り。今日の関東地方多くのところで晴れており、午後も日差しがあるでしょう。ただ湿った空気が入り、沿岸部を中心に所々で雨雲が湧いてきそうです。空模様の急な変化にお気をつけください。最高気温は30度前後でしょう。昨日と同じかやや高く、湿度も高めでムシッとした暑さです。熱中症対策が欠かせません。これからハクビシンおわタヌキ見分けゲームをされる方は水分補給も欠かさずにしてくださいね。暇だな。以上、2時の天気をお伝えしました。幸せだけど、昼間ハクビシンと、これが、まあ、昼間はね、見分けられるからな。夜昼間はなんかでもなかなか出てこないかもね。やっぱ夜の方が出てきてる。確かに。俺も夜見たから。ね、そうか、そうか、出てこないのか、まず。あんまり警戒してるんじゃないですかね。金太郎も出てこないけどね。あれ、どうしたんすか。金太郎はまだついてないでしょ。なんか夜行性らしいです。え、じゃあもう来ないってこと。金太郎まだ来てないんだよ。2時のまだ来てないでしょ。まだ来てないんだって。今伸ばしてください。あら、どうしたんだろう。何何、もうフリーだから今。
マジかよ。一人で全部メール読みましょうか。うん、まあ、そうだね、うん、メール読んでちょっと時間を、うん、あ、何、うんうん、あ、これで、うん、テーマメールね、うん、あの目を疑いました、はい、ラジオネーム仲良くなりたいさん、うん、青梅市の方、うん、数年前車を運転していると食パンをかじりながら、うん、駅へと走っている高校生を目撃しました、うん、漫画の世界にしか存在しないと思われた食パンかじり高校生が現実の世界に存在していたんです、うん、いるよいるんだ。思わず二度見してしまいました。皆さんは食パンかじり高校生を見たことありますか？え、何塗ってたんだろう。え、何塗ってたんだろう。塗ってないんじゃないかな。え、酢でも塗るか。酢スパン、スパンで、スパンなわけないか。食パンがもうスパンだから。イメージなんかいちごジャムのイメージじゃないですか、漫画でも。なんかさ、もう投稿しながらだとちょっとなんかバターとかジャムはちょっと垂れちゃって、なんかでもイメージですよ、イメージですけど、うん、その食パン焼いてるパン、トーストはしてあるよね。トーストしてある、生です。えー、あ、生じゃない。俺のイメージは焼いてるパンをカチッて加えてカチッてくる。あ、そっか、うん、でそれでいちごジャムが塗ってあって、うん、街か、あの角っこで、うん、バーンって当たって、うん、ジャムが相手についちゃって、あ、ごめんなさいじゃないですか。あ、ジャムが相手につくまでがセットだっけ。じゃないです。あれ、ジャム塗ってる暇あるんだったら食べてからこう言ってもらえなんか、うん、いや、塗るのと食べるのって結構違う気がしますけどね。まあ、もう食べないつもりで走ってるのをお母さんが渡して、うん、いいとか言いながら、うん、そうですね、きっと。ジャム付きはでも見たことないわ。あ、でも、あれ、なんかイメージかな。逆にもうそんな漫画ないんじゃないか。まあ今はないか、うん、探してももうないか。あれ無理で見たのかな。コントでよくやる、ね、コントでやってるだけで1回か2回しかないんじゃないか、そういうの。野菜版でもね、脳みそやってたじゃん、あれ。JK? JK、 ネギの JK、 ネギの JK、 何ネギの JK って分かんない、分かんない、流れるように言ってたよネギの JK がなんか玉ねぎ男子とかぶつかってたよね。よく分かんない、え、こいつと転校生なのみたいな、ね、あ、すごい うまいこと全部うまいこと言ってたけど一個も覚えてないけど、何やってるか俺たちは分かんないけど上手だなと思って、あいつが考えたやつだから、上手に言ってたよ ね。でもハギのリザードマンと、ああ、ね、ニューニューがベルナルド、そうそうそう、ね、うん、面白かった、大将が ね優勝したって聞きましたけど、野菜ワングラン、野菜、野菜の日にね、野菜の日、8月31日にやったからね。そうそうそう、さあ、はい、全然金太郎来ないんで、うん、メールを見たいと思います。あ、来た、え、ゆっくり来た、ゆっくり来たけど、え、あ、な、なんの、なんか音楽、音楽流れてる、音楽流れてる、何それ、超ラブル。いやドラマ見てますか？すごい、さすがです。面白いですよね。すいません。最悪だよ。大丈夫だった？相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。東京税理士会所属税理士法人48。錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力、高麗人参健康食品通販市場売り上げナンバーワン、神秘の神秘の健康力健康力健康力、0120-66-7が4つ、または神秘の健康力で検索。お聞きの番組は FM93 AM1242、ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。Welcome to the Radio Show!
さあ時刻は時で2時になりました。2時台のザ・ゲストショー、今日のゲストこちらの方です。どうも松本まりかです。研究でやってきました。許してくれない。言わないでしょ、松本まりかさんは。許してほしい。ごめんなさい。家庭を壊されちゃったんですよね。家庭を壊されちゃってね。そうです。大変でしたね、あれ。大変でした。グルになってね、向こうのお母さんもね、一緒に。まさか、うん、17年間も嘘をつかれてたなんて。許さない。復讐してやる。復讐しに来ました。息子とね、息子とダメだよ。息子の人生歩んでもらわなきゃいけないんだから、息子は息子でね、もうダメだよ。一緒になっちゃったら。うん。惑わしてやろうと思ったんです。私の美貌で。いや、だから、ラジオだ。わかんないよ。全員見てないの、うん。そうですね。はい、ちょっと、かなり最近松本まりかさん押してるよね。松本まりかさん面白いよね。押してます、ね。めちゃくちゃ、はい。別に本人には本人にもあったでしょ。本人に、言ったの？ちょっとだけ、お伝えして、うん、で、黙ってたんですけど、うん、なんか、JP さんが告げ口して、やばいと思って、うん、本当に謝罪しました。あ、はい。本人直接謝罪して。はい、連絡させていただいて、うん、そしたら全然寛大で、うん、どんどんやってくださいって言ってくださいまして。ああ、よかったね。言ってくれたんだ。はい。危なかったです。JP のおかげだ。はい、結果オーライです。はい、結果オーライでした。ね、はい、結果オーライだった、ね。はい、そのメイクしてきてますよね、一応ラジオですけど。はい、松本まりかとしてやってきました。皆さん、よろしくお願いします。口だけ動いてるけど、口だけ動いてる、ラジオだから。今日でちょっとギリギリになっちゃって、はい、ね、前の仕事が忙しいんですよね。ごめんなさい、ドラマの撮影が。あ、撮影しちゃった。まあ今、もうクランクインまだ してないんですか、松本さんのドラマね。実はもう終わって、うんうん、新しいドラマの撮影に。新しいドラマに入ってるんです。あ、それでまた遅れちゃったんですね。あ、すいません。ね、さ、後で見てもらおうと思って。うん、で、新作のドラマの役柄を後で見てもらおう、なんか披露する場所があるって聞いてたので。え、あ、そうなんですか。披露できるの？あるんですよ、ね。ラジオの中で。やってくれるんですか？ラジオの番宣で今日、なんかドラマの番宣で来ていただいたって感じ。あ、そうです。はい。何これが私の間なので。間ですか？気にしない。こういう話し方なので。ちょ、心配になるんですよ。なんか心配になる。違います。これは私の間です。あ、あ、あ、コロッケすんなって。ラジオだっつコロッケすんなよ。上がっちゃってんだ。ラジオで。これは私の間なので。いや、気にしないでください。そんな顔しないから、松本舞香さん。鼻水が出てしまう。このメイクで今あれでしょ、うん、走ってきたでしょ、はい、ちょっと聞いたらタクシーの運転手さんが道迷っちゃったんでしょ、はい、迷って2周3周されたので、このままではまずいと思って、このマリカのまま外に出て、有楽町の街を歩いてみました。汗びっしょりかいて。はい。危ないと思って、このままでは生放送だと思う。ちょっと道に詳しくない運転手さんだったから、うん、はい、ちょっと困られて、2週3週されて、私もちょっと、小心者なのであまり言い出せずに、もう、ここでおりますと言って、このまま歩いて。このメイクで来ましたよ。大変な苦しい思いにね。はい。やっとたどり着いた、ここに。やっとたどり着きました。だから。そんな顔しないから松本まりかさんは。あのちゃん今日誕生日らしいですね。あのちゃん、そうなんです。僕すごい仲良くさせてもらっていて、今日は一緒に共演できるって嬉しくて舞い上がっちゃって、キキキャラキキキャラキャラキキキャラキキキキャラキキキキキャラキ、そんなものだったっけ。取り乱しました。取り乱しました。ごめんなさい。はい、誕生日は僕はしゃいでいいって決めてるので。そうなんですか。今日だけは僕じゃない僕でいるんです。見せてくれたんですね。あのちゃんは誕生日はしゃいでいいっていう決まりが。はしゃぐあのちゃんを見せてくれた。そうなんです。今日は一日はしゃごうと思ってる。やっぱ、はい、仲いいからなっちゃんもやっぱ嬉しいでしょう。ね、嬉しいでしょうね、はい。こんな圧あったかなっていうのがありましたけどね。誕生日だけは圧がある。圧がある。覚えといてください。僕は。犬系彼女さんはお元気です。犬系彼女、ラジオの生放送ちょっとこぼれちゃった。犬系彼女、ラジオ生放送ちょっとこぼれちゃってちょっと、ね、あ
なんだろう、なんだろう、何それ、どこで見たのそれ。SNS で、ね、SNS のやつ、もう結構前じゃん、上半期ね、なんかあったよね、昨年ですね、あ、昨年じゃん、もう昨年ですね、あの UFO キャッチャーで、ね、要するにキャラクターをね、こうやられるっていうのをあのホームページ、はい、独立してホームページ見たんですけど、ありがとうございます、浜崎金美さん、どうも浜崎金美でーす。なんで金美なの、金太郎ってから金美なの、金美なんだ、あーなるほど、そこに金入れちゃったの、そこ、なんだろう、なんで金が入ってる、さすがにご本人様の名前を堂々と写真真似してつけたらダメかなと思って気を使った結果それになる、っビッグアーティスト、アンジャリーナ・ジョリー、何になったっけ、キンタリーナ・ジョリーです、キンタリーナ・ジョリー、キューレル、キンタリーナ・ジョリーです、小野陽子さんは何なんですか、え、小野陽子さん何だったかな、うん、え、確かに木野陽子だったかな、木野陽子、小野金子とかな、ちょっと記憶がないです、もう忘れた、はい、ね、忘れました、忘れた、いやまあでも独立して、ね、お忙しそうですね、今、うん、ね、全部一人でやって、全部一人でやってるの、そうなんです、未だにちょっとフライングゲットできずで、マネージャーを、ーで、あの、ま、熊野志保っていうマネージャーがいるんですけど、うん、実は私で、ちょっと架空の人物で、いろんな声が出せるので、やれるかなと思って電話で、お世話になっております、熊野志保です。よろしくお願いします。あ、こちら交通費別でもよろしいでしょうかってやって。熊野志保、うん、熊野志保をやって、はい、だから本人だとちょっと言いづらい、ギャラの交渉とか。はい、そういうのは言いづらいです。すいません、税込みじゃなくて税別でお願いしてもいいでしょうかって。あ、なるほど。絶対税別がいいじゃないですか。まあそうね。お願いしたい。やってるな。え、今日もラジオショーもスタッフ熊野志保でやったの。あ、はい、お世話になっております。熊野志保がお受けいたしました。架空の人物なんでしょ。架空の人物です。はい、熊野志保。はい、そうです。どういう字書くんですか。本当にアニマルの熊の字に、うん、野原ののに、志保は志に保つ、私の本当の名前です。志保は私です。本名志保。私志保。私田中志保って言うんですよ。うん、はい、なんで熊野志保って。なんで熊野志保かって言ったらめっちゃ画数がいいので、うん、あの、熊野っていう人と結婚したかったんですよ、うん、私。そんなにすごい画数。熊野志保っていいんだ。めちゃくちゃ画数がいいので、うん、熊野限定で探したんですけど、見つからなくて。なかなかいないでしょ、はい、ダメだったんで。そんな、これで満を持してつけました。でも次からもう連絡する人は、わかっ、もういいですよ、金太郎さんですよってなっちゃうよ、それ熊野さん。なる人もいるかもしれないし、うんうん、人間の忘却にかけてる、うん、忘れるじゃないですか人間ってすぐ忘れるじゃないですか、忘却にかけて、忘却にかけてる、たくさんいる会社なんだなと思うんだはい、またきっと忘れるのでこれ、うん、さあ、それレシピショーのコーナーです。このコーナーでは防災と食をテーマに、ハゴロムフーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは、管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今泉さん、今日紹介していただくストック食を使ったレシピは何でしょうか。はい、今日ご紹介させていただくレシピは、ひじきとコーンの歯衣煮あえです。まずは材料をご紹介します。今日は1人から2人分です。歯衣煮1缶 70g、うん、ホームクッキングひじき1袋 65g、 ホームクッキングシャキットコーン1袋 65g、 減塩かつおパック羽衣米 1.5g1 袋、酢小さじ2ご用意ください、うん、続いて作り方です、うん、今日もボーリングスタート。ありがとうございます。ポリ袋に材料汁ごとすべて入れて混ぜると出来上がりです、うん、簡単簡単、うん、ポリ袋に入れ、ちょっと酢が入ってる、はい、このお酢を入れたのがちょっとポイントなんです。今日の味付けはこの歯衣煮だけなんですね、うん、甘めのちょっと甘じょっぱい感じなの、うん、そこにお酢を入れることでこうちょっと締まる感じですよね、うん、ね、合いますね、はい、歯衣フーズさんの商品4つ合わせただけなんですね。めちゃくちゃ美味しい、美味しいんです。で、今日のレシピはライフラインが止まった時でも作れるレシピです。器にポリ袋をかけてそのまま食べると洗い物が減らせます、うん、もうぜひ作っていただきたいと思います、うんうんうん、で、今日の防災の話なんですが、皆さん台風10号影響大丈夫でしたか、うんうん、はい、大丈夫でした。なんかニュースを見ると、うん、車が冠水している地域が多かったんですね。で、ちゃんと調べるとハザードマップで浸水地域のとこなんですよ、やっぱり冠水しているところ、うん、なのでやっぱりハザードマップを見ておくって大事だなと思いました、うんうん、で、9月1日は防災の日です。
防災週間は8月30日から9月5日までとなります、うん、そして9月1日は防災用品点検の日でもあります。1年のうちで季節の変わり目とされる3、6、9、12月の1日が防災用品点検の日とされています。そこで今日は在宅避難の備えができているか抜き打ちでチェックしたいと思います。まずは花輪さん、何何何、家具や冷蔵庫、テレビなどに転倒防止対策していますか？今のところしてません。早っ。ちょっと早っ。散々私ここもう3年目ですよ、うん、言ってますよね、うん、命を守るためにはしてください。すいません、すいません。食器棚や窓ガラスにはガラス飛散防止フィルムも貼ってください、はい、なるほど。早速やってくださいね、はい、土屋さん、はい、水は1人1日3リットル家族の分3日分備えていらっしゃいますか？あの お風呂の水を、はい、それ飲めないか、飲料水じゃない、飲料水じゃない、はい、あったりなかったりです。そうですね、あの36リットル以上はあった方がいいので。36リットル、はい、3日分ですよ。本当は1週間分以上、80リットルはちょっと足りないかもしれない。はい、あの欲しくなって売り切れてると手に入らないので。なるほど、はい、ぜひ用意してください。夏さん、はい、寝るときは枕元に足を守る靴、懐中電灯置いていますか？靴はないですけど、手巻き式の充電器プラスライトのやつは置いてあります。素晴らしい、ね。あなたさ、防災意識高いんですね。本当に。本当、嘘だ、本当なんです。あの、充電してるんだって。はい、本当に。はい、夏はいつも防災意識高いですもんね。そうですね。でも靴あった方がいいですね。はい、足を守るものも用意してください。そして、花輪さん、はい。食べ物は十分ありますか？賞味期限のチェック。おかげさまで。おかげさまで。食べ物。あります。はい、ちょっと答えが出てきます。賞味期限。賞味期限チェックしてくださいね。それまたこれからやりたい、はい、ね、この間やってくださいましたもんね。はい、やりました。はい、ありがとうございます、うん、土屋さん、はい、携帯トイレ家族分用意していらっしゃいますか？家族分はあります。4つしかないけど、え、足りないか。はい、1日5回だいたい平均するんですね、おトイレ。で3日分として4人分で60回分以上、そんなにはない。でも本当に断水するとトイレが困るので、はい、携帯トイレもご用意ください。はい、夏さん、はい、カセットコンロ、カセットガスボンベありますか？カセットコンロはあるんですけど、ボンベを入れ替えてから買ってないです。あ、ただ携帯トイレはめちゃくちゃあります。あ、素晴らしい。はい、やっぱりたこ焼き作るにも必要ですよ、カセットコンロとボンベ。そうだよね。あのボンベの使用期限7年なんです。カセットガスボンベには製造された年月が書いてあるのでチェックしてください。では最後です、花輪さん、はい、非常持ち出し袋の中に点検しましたか？子供の成長に合わせたり季節によって必要な衣類も違うので、防災用品点検の日に見直して入れ替えてください。そうです、その通りです。そこ読んじゃダメです。それ原さん、そこ読んじゃダメ。はい、確認して入れ替えてください。人も読みがちなんですね。そうそうそう、今日はナイツさんまともにできないよ。まとめ怒られてる。じゃあ金太郎みたいな顔して金太郎みたいな顔芸でごまかしちゃダメなんですよ。それは、ね、今日はナイツさんとナツさんに在宅避難の備えができているか抜き打ちでチェックしましたが、お聞きの皆さんもぜひチェックしてみてください、はい、防災用品点検の日はいい機会です。年に4回点検を行って災害に備えましょう。そういうことです。ありがとうございます。じゃあ来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いいたします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらでも確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名に備えレシピ書と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピ書でした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。
羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか？食べる、買い足す、備える。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 普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパットライス、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか？羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。ここで三話シャッターからお知らせです。最近大規模な水害のニュースが増えていますよね。今月は防災月間ということで、災害への対策について三話シャッターの木下さんに教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。台風や豪雨での被害が年々ひどくなっている印象がありますね。そうですね、台風や大雨による被害が発生するたびに、ドアなど建物の出入り口から浸水をどうにかしたいとのご要望をいただいておりました。やはりお客様がご用意できる土のうなどでは、設置に時間がかかるだけではなく、隙間からも水漏れしてしまうんです。そこで、簡単に浸水対策ができ、水漏れ量も少ない商品としてウォーターガードシリーズのSタイトドアを開発しました。初めは2015年に浸水高さ1メートル対応、続いて2020年に2メートル対応、そしてより高い浸水へのご要望に対応するため2023年11月に浸水高さ3メートル対応の商品を発売しました。3メートルと聞くと心強いですよね。皆さん、具体的にどんな特徴があるんでしょうか？Sタイトドアは、高い防水性能と防火性能を両立しています。片開きなら特別な操作は不要で、両開きでは追加のハンドル操作により防水効果を発揮します。特に出入りが多い建物では急な大雨に素早く対応することが困難ですが、Sタイトドアは操作が簡単なのでわずかな時間で防水対策が可能となっています。普段の操作も一般的なドアと変わらないので、頻繁に人が出入りする場所でも違和感なくご使用いただけます。はい、高い防水性能と防火性能の両立、そして扱いやすい S タイトドアがあれば、いざという時でも焦らないで簡単に素早く防水対策ができるということですね。そうですね。建物が浸水してしまうと片付けなどに多大な費用と時間がかかるため、事前の対策としてお勧めしていま す, ですね。どんな場所で設置されることが多いんですか？ビルやマンション、商業施設や福祉施設といった多くの建物で設置いただいています。防水商品以外に、災害対策としてどのような商品があるんでしょうか？そうですね、他にも三和シャッターでは、強風対策としてのしてご自宅のガレージや店舗向けの軽量シャッター台風ガード LS や、住宅用の窓シャッター窓側台風ガードなど、防災に関する様々な商品やサービスを提供しています。はい、詳しくは三和シャッターのホームページをご覧ください。はい、僕の家にも設置したいと思います。木下さん、今日はありがとうございました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党総裁選に向けて今日午後、茂木敏充幹事長が会見を行い、全く新しい自民党を作っていくと党改革を断行する考えを示しました。自民党茂木幹事長です。成長戦略による税収アップなどによって新たな財源を確保し、増税ゼロの政策推進、これを実行していきます。必ず結果を出します。結果を出す以上、3年以内に結果が出なければトップが、総理が責任を取ります。このほか茂木幹事長は会見で、政治資金規正法の改正で検討事項となっている残った政策活動費について廃止すると訴えました。また政治資金パーティー収入を課税対象とする法改正にも意欲を示しています。次です。気象庁は今日、台風に関する情報発信を見直すために設置した有識者検討会の初会合を開きました。
台風になりそうな熱帯低気圧について、現在は発生24時間前としている発表を前倒しすることや、円形で表している風速25メートル以上の暴風域をより実態に近い形にすることなどを検討し、新しい情報の形式や発信の仕方をまとめています。気象庁は会合を重ね、来年6月頃に結論を出すとしています。さて、フランス北西部のフラマンビル原子力発電所で3日までに新型の原子炉が稼働しました。稼働は当初の計画から12年遅れとなりましたが、原発増設計画を掲げるフランス政府にとって大きな節目となります。マクロン大統領は稼働の目的について、X、旧ツイッターで、原子力と再生可能エネルギーを組み合わせることで、気候変動対策の目標を達成し、電力コストを削減することだと説明しました。この原子炉は当初2012年に稼働を始める計画でしたが、設計上の不備や工事の欠陥が相次いで発覚し、遅れを繰り返していました。フランス電力は建設費が132億ユーロ、日本円にしておよそ2兆1000億円と当初の予定の4倍に膨らむと見込んでいます。おしまいに、パリパラリンピックは7日目の3日、競泳男子200メートル自由形の運動機能障害のクラスで、6大会連続出場の鈴木孝幸が銅メダルを獲得しました。今大会で3個目、通算では13個目となりました。また、車椅子テニスでは女子ダブルスで上地結衣と田中真奈美のペアが日本勢で初めて決勝に進んで、銀メダル以上を確定させました。その他、男子ダブルスでは、小田凱人と三木拓也のペアが準決勝に進出しています。この時間のニュースは以上です。後藤さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は、安心財団、アディーレ法律事務所、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは、今日夕方5時50分から。日本放送ナイツザ・ラディオショー、メールいただいてます、はい、これ T1 ですかね、T1 ね、千葉県のなこばさん、なこばさん、王道を除くとトウモロコシが出回る頃に作るトウモロコシご飯が美味しいです。絶対うまいだろうな。ポイントは粒を取り外した後のトウモロコシの芯も一緒に炊き込むこと。ね、みたいですよ。最後にバターを乗せて途中で醤油をかけて味変も楽しめます。トウモロコシも美味しいけどね。バター、そっか、バターでちょっと味変、うん、いいですね。美味しいけどそんな食べない。なんで芯も一緒に炊き込む。あれ味が出るんですか？味、お出汁が出るんじゃないですか、野菜の旨味というか。切らない。そのまま入れてましたね。そのまま入れて、あ、なるほどね。真ん中にポポンって。ポコンって入れてね。あの、古川みりんちゃんに、うちの実家の野菜のトウモロコシあげたら、炊き込みご飯作ってました、トウモロコシ。古川みりんちゃん。はい、みりんちゃん。元電波の。電波みりんちゃん。すごい、ね。美味しそうだったな。やってみようかな。トウモロコシ。さあ、今日のテーマ、ね。目を疑った光景、はい、吉 Z さん、私が目を疑った光景は、私の職場に突然野村克也さんが来られたことです。え、取材企画のために来ていたようなものなんですから、来ていただいたようなんですが、広報担当者やマネージャーよりも先に先陣を切って入ってこられました。目の前で仕事をしていた私は最初なんかおじさんが入ってきたなぐらいに思っておりましたが、当然3度見してしまいました、うん、オーラがすごかったです。うん、村勝也さん急に来たらびっくりするよね。緊張するよね。緊張感が走るでしょ、その場に。うん、吉 Z さん、ね、すごいね。なんでだってなりますよね。ね、ノムさんね、うん、会ったことないよね。ないよ、お会いしたことないかもしれないですね。遠くで挨拶したことあるかな。村勝也さん、長嶋さんも会ったことないよね。王さんも、王さんないないよね。だこの間 の寄席に王さんが客席にいたっていう話は聞いたけど、分かんなかったもんね。どこにいたかった。小泉純一郎さんだけ分かったね。小泉さんめちゃくちゃ分かった。ど真ん中。笑ってました。全然笑った。笑ってないんかい。阿波踊
踊りに三叉踊り、秋田の関東祭りに。今年行ったの？成田で今度全部見るの。成田で？岩見神楽東西舞踊団も。14日と15日は成田伝統芸能祭り秋の陣開催。全国の祭りを成田で楽しめる成田伝統芸能祭り秋の陣。中古車の経由決算セール開催中。新車の目の延長保証が選べて買ってからも安心。中古車買うなら経由経由。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿で中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずは対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしております。さあ安藤なっちゃんからこの時間のお天気を伝えてもらいましょう。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 28.4 度、湿度 62%。 今日の東京地方は晴れ時々曇り。午後2時までの最高気温は東京都心で 29.4 度、横浜は 29.3 度、千葉は 27.7 度でした。湿度が高くムシムシしています。この後も晴れますが、山沿いや沿岸部の一部でにわか雨がありそうです。明日は最高気温は30度を超えるところが多くなりそうです。ただ午前中は千葉県や茨城県で通り雨となるところもあるでしょう。暑さでみんなねぶたの顔真似をしている時の金太郎さんみたいになりそうですね。以上、3時の天気をお伝えしました。はい、ありがとうございました。うん、スタジオに、はい、まだ帰ってなかったの？金太郎さん。 Hi guys! なんでまだ帰ってないんだよこいつ。Yes! Let me introduce by myself that my name is a 日本人女性。僕is a ドジャースタジオの周りうろついてる日本人女性。American today trip and then and yes, it's a mojito. Let me show you. Amika san mika dia makalena. Amika san ska dia makalena. Nande mari じゃねえよ。 Shohei come on. Yes. どうしてもこれ見せたかった。 Yes. それをやりに。当初はこのネタ、大谷翔平の妻かっこ予想でした。まだ誰か分かんなかった時にね、結婚したって誰か分かんなかったから、分からないモノマネチャンスと思ってやったんですけど、早々に顔出ちゃったので、ドジャースタジアムの周りをうろついてる日本人女性に変化を遂げました。それを、それを30代にどうするやりたくて今戻ってきた。これはもうどうしてもやってみたい。これはやってからじゃないとゴーホームできなかったから、絶対今日やると決めてたから。なんならこれ被ってきたし、この被ってマリカのフェイスで有楽町歩いたから焦って、これで来たから。なんだよ本当に。なんなん、絶対やっと来たから。いないよ3時代まで。じゃあ最後に野茂英雄のトルネードを見せます。そうでしょ、見といてください、懐かしいやつ。懐かしいでしょ。これは見せときたけど懐かしいでしょ。この人すごい面白い人じゃん。この日本人女性、日本人女性、めちゃくちゃ昔から応援してる人なんですよ、ね、はい、そうです。もう相当前から野茂英雄の時から応援してるわけだ。野茂時代からもちろんオフコースです。どこに住んでるの普段は。その人は昔は所沢で西武ライオンズのファンだったの。所沢いたんだ。野球大好きだから。誰も言ってないですけど、野茂からの、あの大谷からの、野茂からの大谷からの、片言近鉄戦がある時は見に来て行ってたんだね。ごめんなさい、 My boyfriend is a 向こうの人だから、ちょっとあの映っちゃって。あ、そうなん、映っちゃって。映っちゃって、ネイティブ感が映っちゃう。うっす。自然に出るやつね。I'm sorry, he is sorry, he is sorry. 浅草の師匠みたいだよね。
最後はもういいよ、もうもう早く帰りなさいよ。 See you later alligator in a white coconut. バイバイ。満足しました。バイ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 。明るいな。帰ってね。明るい。あの本当にチューブだよ。大変だった今ブラッドピットと日本放送。ズーズー、ありとあらゆるものがものすごいスピードで値段が上がり始めていて、新本二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。海外からやってくる人にとっては日本のマンション70平米で1億円23区内安いみたいな。挙句の果てに米までスーパーで手に入らない。どうなってんだこの国は。とおかげさまで開局70周年。笑顔になれ日本放送。ナイツザラジオショー。この時間はこちらのコーナー。なっちゃんお願いします。プリー。はい、マヨネーズを出す音がプリーと聞こえた人一倍音に敏感な私アンドーナッツのように、リスナーの皆さんが日常生活で耳にする音がどんな風に聞こえたのかを文字にして送っていただき、ナイツのお二人に何の音を、何の音か当てていただくコーナーです、はい、さあ今週もいろんな音が届いています、はい、ありがとうございます。うれし涙じゃじゃ丸さんです、うん、じゃあ私の擬音からいきますね。カシュッワシュワ。短いですね。カシュッワシュワ。単純に炭酸の缶を開けた音。ノットプリー。まあまあまあ、うん、でしょう、うん、落ち込まないで。うんうんうん。カシュワシュワ系はね、やっぱり水とかの感じがするんだけどね。じゃあ嬉し涙じゃじゃ丸さんに言いますね、うん、ガシャップシュッショ。なんか弾けそうで弾けないね。なんかこう出そうで出ないね。最後閉じた感じだよね。シュワシュワ。その長さはずっと永遠に続くんですか。まあ1回です。1回かな。1回2回ですね。は1回2回おそらく。まあ人によっては何回かっていうのもありますけど、はい、なんかドアを閉める時の音ですか。風とかのノットプリー。これ聞いちゃう、うん、聞いちゃいましょう。聞いちゃおう。んなんだ。ビシュビシュビシュ。なんか切った。もう一回聞きます。うん、なんか切った。これでむずいな。なんか包丁とまな板の音にも聞こえるんだけど、うん、何かを切ってる。何かを切ってる。ノットプリー。圧すごかったなぁ。え、何これ切ってない。なんか流れる音だよね多分ね。まあ流れます。流れるでしょ最終的には。流れてる音じゃないでしょ。なんか出してますね。え、出してる。え、出してるよこれ。え、まあ、建物に入るときにやりますかね。え、アルコールの押しプリー。え、押しプリ。え、建物に入ってなんかして出るときもやるかな、うん、出るときもやる。はい、よくやってると思います。え、あのタッチしてなんかこうドア開けるときの音とかないね。ノットプリー。なんかだ、なんかアルコールが近いんですよ。アルコールが近い。え、っていうことはアルコール以外にある。だってなんかああいうこう出る、建物入るときに出すもの。まあ、はい、建物っていうか、まあ、まあそうっすね。手洗いのやつでしょ要するに。ん、手洗いのジェルとかでしょ。違うの。うん、ジェル。うん、これで押すやつやん、アルコール栓にプシュって。Yes, please! アルコールじゃないの？え？いや、もう、そうですね。これは何。何それアルコールじゃないんだって。泡が出るタイプのハンドソープ。あ、う、あ、ん。だから出るときに、トイレ出たときに洗うでしょ。ああ、トイレとかのね、ハンドソープね。うん、あ、そうです、そうです。ああ、なるほど。そっか、ね、普通の泡のハンドソープの音、ね。ああ、はい、なるほどね。うん、はい、はい。ハンドソープとか。はい、マイナスでーす。マイナス？はい。はい、続きまして、あ、嬉し涙じゃじゃ丸さん、うん、ありがとうございます。
じゃあ私の擬音から言いますね。いきますね、スタン、短い、スタン、スタン、スタン、短い、スタン、キレがある、プスップスップスッって変わってきてるから分かんない、ね、なんかいっぱいある、ストン、勢いはあります、これをわざわざやることではないんです。ただ音を、まあ出す、まあ取ってもらうためにやってくださったんでしょうか、じゃじゃ丸さんのじゃあ音を言いますね、パチッ、なんだ違うな、はい、違います、やり投げの刺さった時の音、ノットプリー、オリンピックシリーズね、はい、違うんですよね、飛び込みの本当に全然波紋が出ない、波紋、ストンって入った時の飛び込み、ノットプリー、そうですね、あの水しぶきがなかったし、これ聞いちゃいましょう、はい、さ、これ終わりなの、はい、あ、なんか輪ゴム鉄砲を撃った時の音、ノットプリー、わざわざやることじゃないんですよね、わざわざやること、難しいんですよ、これむずいな、超むずいです、面向、面向を叩きつけた時の音、その流れ、ノットプリー、その流れ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 いいですね、はい、何かを叩きつける、まな板にハンバーグをパチンってやる、空気抜く時の音、ノットプリー、ハンバーグは手同士でやるんで、あ、そうか、やらないんですよ、いや、そう、わざわざやらないって言ったから、わざわざやることなんだ、水平です、水平？水平に何かを、すごい勢いでやってます。水平。これ超むずいっすよね。よく見る光景？見ないです。見ないんだ。冷蔵庫にマグネットを水平にバンって貼り付けた音。Yes, please. いやだ。なんでわかんの？なんでわかんの？それやったことあるから。どういうなんかやったことあるからすごい、そうです、すごい磁石がくっつく音になります、これすごいね、すごい、じゃあパジェロ、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 ちょっと古いはい、ということでメールは以上となります。今日再現した音でこの世の全ての音を再現し尽くしたのでフリーのコーナーは今日で終了です。いや、はい、流し尽くした、ありがとうございます、再現し尽くしたかも、はい、皆さんのおかげで全ての音を網羅することができました。私の長年の夢が叶いました。皆さん本当にありがとうございました。そして来週からはこちらのコーナーをお送りします。はいはい、ということで花輪さんがつい言いたくなってしまう相手を不安にさせるかのような、この音楽、はい、こちらのコーナーがスタートします。え、はい、のコーナー、ちょっと納得がいかなかった時とか、反抗するほどじゃなかったけど相手をちょっとだけ困らせたい時に、はい、と言ってしまったことを送ってください、はい、例としましてはリスナーさんから、以前もらったメールですが、病院で問診票にもちゃんと書いたのにお医者さんに今日どうされましたかと聞かれて、はいこのような感じでお願いします。ちなみに花輪さんは営業でスタッフさんに間もなく出番ですと言われて、スタッフさんは悪くないのにただスタッフさんを不安にさせるだけのはいを言いました。こんなヤバい人は普通いませんが、花輪さん流のはいの使い方でも OK です。OK、ちょっとコードだけどね、シチュエーションでね、メールにはその状況とやり取り最後にはいをつけて送ってください、受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名にはいと書いて送ってくださいこの間で言うの、たくさんのメールをお待ちしております。プリーブチュー、中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。
現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によって、だいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば、一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。はい、ここで中央事務所からクレジットカードキャッシングをご利用した経験のあるあなたへお知らせです。どんなお知らせですか？はい、まず過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。しかし勘違いから多くの方々が手続きをしていません。どんな勘違いが？最近では自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いです。過払い金は借り入れた日から10年経つと時効で消滅するんでしたっけ？いいえ、違いますよ。過払い金の時効は返し終えた日から10年です。それは勘違いしてました。また実は時効でも返金に応じるカード会社が何社かあるんです。当事務所では時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻しました。ええー、それは時効で諦めていた方ももう一度確認した方がいいですね。このようにカードをご利用した経験のあるあなたには現金が戻るかもしれません。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ナイツ、The Radio Show。はい、スミローさんから金太郎の感想ですね。金太郎さんがゲストの時いつも爆笑してしまいます。今日の大爆笑のポイントは中島の野球やろうででした。またゲストに呼んでいただきたい。野球やろうでしか言わないんだよ。中島くんがなんかすごい声。やってないもんね、意外にね。やってないですよ。中島くんの真似うまいよね。カツオとかね、若見ちゃんとか、花澤さんとかよくやりますけど。うん、ちょっと低いよね、中島の声ってね。そうですね。野球やろうで。すごい、ちょっと怖かったですもんね。野球やろうぜ。ラジオなんかやってないで野球やろうぜ。すごい怖くないですか？怖い。とにかく野球に誘うからね。そう、運動不足なんだからとか、絶対中島くん言わない。言わない。言わないんだ中島君。汗をかこうぜとか言わない。そう。別に普通のことは言ってるんですけど。TPO がちょっと、なんかいろいろわかんない。まあ、小学生ですからね。とにかく野球を誘いたい。野球が好きなんですよね。すごい目の付けどころが。面白い。うん。一番最後の、日本人。ドジャースタジアムにいる日本人女性。もう、ほんと、あのタイプの人って、ほんと陽キャですよね。わかる。明るいですよね。そうね。ああいう人いるよね、ほんとでも。いますよね。なんで、いつからなんか外国に住んでんだろうみたいなね。所沢からどうやって、そっちに行ったのかっていう。すごい。あれをやりたくて残ってるって、なかなか、すごいですよね。結構30分くらい待ってたんだよ。ね。羽衣フーズの時間帯とかずっと待ってたでしょ。待ってたでしょ。早く入れないかなって言って、モヒート持って。そう、モヒート。ずっと待ってたでしょ、外で。なんでモヒートなの？あの、モヒート、まあイメージね。なんかちょっと、モヒート飲んでそうみたいな。でしょ？ミントいっぱい。ねえ。大体袖ないですよね、あの手の人。ないね。ね、ノースリーブですよね。袖ないね、帽子かぶって袖なくて。ロン毛で。ロン毛で。そうですよね。イメージ。あれをやりたいんだからな。人と人とつなげるのが好きだから。ああ。紹介したいんだから。病気だからね。カフェとかね。どんどんやっぱ友達増えてくる。そう、友達増えてくからね。そうだね。ああいう人は。悩みとかないんだろうな。悩みはもう本当ごく一部の人に言ってると思うね。
関してはなるほど、あんまり見せたくはないから、うん、本当にしんどい時だけよく行ってるカフェの、うん、奥さんだけが私の文句言ってるとか、なんかそういうのそこ、そういう悩みだ。そういう悩み。そういう悩みか。あの、そういう奥さんだけは結構、なんか、普通になんか、男子の奥さんみたいな悩みがあるんですよ。そういうの多分、一緒なんでどこ行ってもね、結局ね。結局そういう悩みで、ね、まあ、一緒小さいことでくよくよ。うん、
Lost.